はい、こんにちは、こんばんは。今回はポリウレタン丸ベルト、溶着して輪ゴムにできるベルトの紹介をしたいと思います。バンドが切れちゃったりとかした時にこういうもので適切にね作ったりもできるんで、結構持っとくと、便利だと思います。結構皆さんご存知のこのバンコードっていう、まあこれは商品名なんですかね、ツルツルのオレンジのやつがあります。あとね、ハパジットって言いましたかね、確か。なんか食品用かなんかで滑り止めが結構効いてて、混入しても、まあ、なんか結構鮮やかな色なのはあれみたいですよ。なんか混入してもなんかすぐ発見できるようにこういう、なんかね、発色のいい色になってるみたいです。これザラザラでね、結構いいんですよ。で、最近はちょっとね、緑色に凝ってまして、緑色を大量に、購入してる感じでございます。で、太いのと細いのがあるんですけれども、細い方でいいと思います。太い方だとですね、すごいパワーで、引っ張らなきゃいけないんで、ちょっとオートバイには使いづらいかなっていう感じがしました。経験上ですけどね。でございます。ハビブルーって書いてますね。3倍のものがね、一番、使い勝手がいいと思いますよ。3倍。結構グイグイね、伸ばせますしね。すごく、いいと思います。で、これのね、溶着方法をね、ちょっとね、説明したいと思います。まあ、こんな感じでね、グイッとね、しっかりつけば、強いです。むちゃくちゃ強いです。半端じゃないです。ね。で、こちらの、グリーンのやつでやっていきたいと思います。まず、ハサミでですね、まあ、90度でいいんで、ぴったり、面が出るようにカットすればいいと思います。まあ、結構いい加減で結構です。溶かしてしまいますので。で、まあ、僕なんかハンダコテでやっちゃいます。あんまり熱くない方がいいですね。250度以下ぐらいが多分いいと思います。あんまり熱いとシュワーって一気にね、溶ける感じになってしまいますので、ジュブジュブって溶けるぐらいが、よろしいかと思います。で、こう両方を、溶かしまして、結構ジュワってなるぐらい溶かしていいです。ジュワってなるぐらい溶かしていいです。ちょっとなみなみになるぐらいですね。で、くっつけます。最初ね、ズルズルずれちゃうんで、こう、なんていうんですか、こう、芯と芯で当たってる感じで、ぴったり当てて、押しながらキープですね。で、僕のセッティングなんですけど、このままね、2分、経つと、結構、塩梅が、よろしいかと思います。で、2分経過しましたね。で、ちょっと引っ張ってみましょう。これね、こんぐらい大丈夫です。大丈夫です。こんぐらい。ぐーってやって。うん。てか、もうちょっとね、時間経てばね、もっと強いんでしょうけど、これ切れちゃいましたね。まあ、こんな使う、これ、こっちなんか切れないですからね。こっちなんか切れないです。すいません、動画を撮りながらね、結構いい加減にね、くっつけたんで、面を出して、250度ぐらいで溶かして、2分キープ。やったらもう、切れないです。もう絶対切れないです。もうこんぐらい。まあ、こんな使い方ね、しないですけどね。しないですけど、こんな感じで使うことができます。かなりね、いろいろ便利になってますよ。車載工具をキープしたりとか、バッテリーのバンドした固定したりとか、電素系の部品作った時のね、バンドだったりとか、あとアクセルワイヤーをなんていうんですかね、こう8の字でこうブラブラって固定したい時もあるじゃないですか。そういう使い方もあります。参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。ちょびっと役に立つような動画を作っております。チャンネル登録とグッドボタン、ぜひぜひお待ちしております。よろしくお願いいたします。